今日はどうもありがとうございます。よろしくお願いします。バックスで、今回、まあ、葉月さんのソロアルバムということで、はい、よろしくお願いします。さんにもいろいろとお話を聞きたいと思います。ありがとうございます。もう進行はもう増田さんにお任せしてありますので、はい、いろいろとお話しします。安心です。安心ですか？どこでも踏み外すか分かんないですけどね。お願いします。いやいやいや、でもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはでもやっぱりすごく基本的なところをね、改めて確認しないといけないなと思うんですけど、お二人のつながりを分かってる方はよくご存知だと思うんですけど、うんうん、分からない方は全く分かんないかもしれないので、やっぱり去年の夏同じステージに立っているという事実があるわけじゃないですか、うんうん、はい、あれはその時が最初の具体的な接点というか関わり始めみたいな感じだったんですか？イベントですよね、うん、そうですそうです。イベントより前に、はい、まあ、ルナフェスだったりとか、あ、そうですね、それから結構葉月は、うん、まあ、面白くてっていうかすごい勉強熱心なんで、おルナシのリハーサルとかこう勉強し見に来てるんですよ。おでそこでこうちゃんと話すみたいな、フェスの時ってやっぱりなかなか一人一人と声話できないんですよ。そうですよね、まあ、ライブは見ますもちろん、だけど全部見れるわけじゃないし、準備とかもある、うんうんうん、タイミングもあるから、はい、そうすると僕なんかだとやっぱり、まあ、葉月のパフォーマンスももちろん見てたし、うんうん、でもやっぱりあれかな、ライブ見に来てくれてる時になんか挨拶に来てくれて、はい、ちょっと喋ったりとかしてこう人となりを知っていくっていうのが、うん、やっぱありましたね、あのイベントの前にね、うん、そうですね、うん、ルナフェスの2日目かなの帰り際に、はい、その龍一さんがまたソロでも名古屋来られる時あったら、うん、そのライブ見に行かせていただいていいですかっていう話をさせてもらってて、うん、ところでなんで名古屋見に来るのって言われて、そうそうそう、僕も分かんないから、ね、名古屋在住なんです、そんなに熱心なおかげなのか、名古屋在住なんですって言ったら、まあすごい驚かれて、うん、じゃあもうせっかくだから連絡先交換してよって龍一さんが言ってくださって、はい、である日イベントの誘いが直接、うん、メールでいただけたっていう感じですかね。じゃあでもまずその、まあ、勉強熱心みたいな第一印象がまずあったわけですね、龍一、うん、さんの側には。やっぱり僕らの世界っていうのは気になるバンドがいても、はい、うん、なかなか自分のことが忙しくて、うん、まあ、億劫でこう足を運べない事実あるんですよ。ありますね。知り合いになるといついつどこどこでこういうことがあるから、うん、来れたら来てねとか、うんうん、そういうお互いのメールするんですけど、はい、知らないバンドだと余計行きづらいじゃないですか。突然は無理ですよね、なかなか、はい、でも本当は行った方がいいのは僕も分かってて、うんうんうん、いろんなバンドのいろんなタイプのボーカリストを見れば、はい、絶対自分がないものを持ってるはずだし、おやっぱりすごい、まあ、偉いなって言うと変だけど、うんうん、絶対に必要なことだよなっていうのは僕も思ってるから、うんうん、だけどもなかなかできにくいことをやってるやつだなという認識があって、そうですね、実際そのリンチのステージ見た時の、まあ、葉月くんのボーカルの印象とかっていうのはどんな感じでしたか？イメージとしては、うん、まあ、野生かな。お、お、はい、獣感があるね、うん、なるほど、うん、吠えますしね、うん、そうそう、今より吠えた頃ですね、しかもみたいな。そうです、いやどうでしょう、でもそんなルナフェスだから、まあ、そう、映像とかででも、はい、検索はやっぱりするんですよ、はい、あ、もした調べ的に、うん、一緒にイベントもやってるし、はい、どんなことやってんのかなとかって、はい、うん、やっぱりその吠えるっていう感じ、まあ、僕もたまたま歌を本当に始めた10代前半の頃に、はい、吠えるっていう感覚で音楽を始めたっていうのが実はあったので、そこはすごく、うん、かつての自分を重ねてみるようなところってあったんですか？ありましたね、僕は、やっぱりそうですね、でかい声で歌うと歌えないキーとかいっぱい出てくるんですよね、うんうん、最初自分が裏声で歌ってるの気づかないですよ、車とかで例えば父親とか母親と一緒にいて、はい、流れてる音楽歌ってると、うん、女性キーでも全然歌えちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、で歌えると思ってるけど、うん、実際地声でバーンって張ると全然出なかったりとか、うんうん、特に葉月はまあちょっと下だけど、僕の時代ってもうヘビーメタルとかブームだったんで、ハイトーンボーカルっていうのすごく、うん、もう絶対だったじゃないですか、 そうですね、でそのハイトーンボーカルになると、はい、まあ、今聞けばこれは裏声を、うん、裏声と地声をこうミックスしながら出している
いわゆるミックスボイスってやつですか、うん、シャウトっていうのも分かるんですけど、はい、当時はいかに怒鳴るというかそのでかい声で歌もう声を出して、うんうんうん、それでもまあ例えば狼のように、はい、滑らかじゃないですか狼のワオー、あー確かにそうですよね、ああいう滑らかさを持った叫びとか、うんうんうん、吠えるっていうことはすごく僕にとっての、あの目標点だったんですよ、習わないから誰にも、できっとそれができたら綺麗にこういう曲も全部歌えるんだろうなという、うん、それなんかすごいある意味なんか基盤を知った感じがしますね今の発言。そうですね、その狼の叫びもね、はい、滑らかってなかなか言わないと思うんですよ、うん、でも確かに言われるとその通りだし、そこからの発展系のボーカルスタイルって言われるとすごく納得ができるところがあって、うん、今はすごく腑に落ちました、うん、でも葉月さんとしては、まあ、例えば下調べをするまでもなく、はい、ルナシーのことは幼少期から知っていたし、はい、リュウイツさんのことも当然意識している部分があったと思うんですけど、うん、例えばそのルナフェスとかで初めて一緒になるとか、そういう時の心境っていうのはどんなものでした？ルナフェスはもう、うん、それはもうやばかったですよ。やばかったですか？やばかったです。あの1回目のルナフェスがあった時に、うん、誘い来いってずっと思ってたんですよ。念じてたんですか？念じてました。来い来い来い。はい、そのなんでしょう、そのなんだろう、自分で言うのはおこがましいんですけど、うん、選ばれてもいいはずだと思ってたんです。はい。うん、その色的にはというか、はいはい、でもあの時は選ばれなかったんですよね、うん、でまあすごく悔しくて、うん、いやまあでも呼ばれなかったっていうことはそういうことだから、うん、これはもう黙って、うん、ほっとけない存在になるしかないと思って、うん、まあ頑張ってたんですけど、うん、からの2回目で呼んでいただけたんで、うん、それもどういう心境かって言われたらもうどういう心境なんでしょうね。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。どこで言われたっけな、実際、うん、実際僕もね、はい、1回目にすごい悔しがってて記憶してるんですよ、そばで、うん、いや悔しいっすよってすごい本気出てて、うん、だからその分2回目の時に喜び大きかったですよね、本当に、うん、嬉しかったとしか言いようがないですね。あ、はい、あの葉月さん自身は龍一さんをどういう存在として見てきたんでしょう。例えばまあ幼い頃というか少年期にね、あの音楽に目覚めて音楽やるようになって、うん、このボーカリストはこうだなっていう分析をいろいろするようになると思うんですよ、はい、で例えば同じ頃に出会った他のボーカリストたちも多々いる中で、うん、龍一さんのどんなところが突出して感じられたのか。どう当時はなあんまり分かってなかったと思うんですけど、うんうん、そうですね、でも なんて言ったらいいかな、今の僕の歌のこれまたおこがましいですけど、はい、あの基礎です、お龍一さんの歌っていうのは、うん、なの龍一さんのあのなんて言うんでしょう、歌い方というか声の当て方であったり、はい、まあ、ビブラートの感じであったり、はい、まあ、しゃくり方とか、まあ、消え方とかいろいろあるんですけど、すべてのさまざまなメロディーとの付き合い方ですよね。そうですね、うん、テクニックの僕の中のその基本となっているものは龍一さんの歌い方なんです。お完全にやっぱ真似してた時もありましたし、まあ、いろんな憧れのボーカリストいましたけど、なんだろう、自分に一番フィットする歌い方だなとは思いました。あ、なるほど、はい、まあ、確かに憧れたりすごいなと思っても自分に合うか合わないかって大きな問題ですよね、うんうん、そういう意味では一番合いそうなお手本だったという。そう、そういう打算的な感じでもなかったんですけど、はい、好きで真似してていつの間にか染みついてたっていう感じではあると思うんですけど、はい、やっぱファンの方にも言われたりしますし、似てるねとか、似てる、そのクリーンの歌い方はやっぱり特に影響が出てるっていうのはすごく言われていて、うんうんうん、で今こうやっていろんな知識を身につけた上でどういうボーカリストだと思うかって言われると、はい、やっぱりその周りの他の方と比べて、はい、僕からしたら圧倒的なスキルの高さ、うん、テクニックのなんだろう質が明らかに高い、まあ、他の方が低いって言ってるわけじゃないんですけど、もちろん、うん、でそのイベントでご一緒した時にその謎がちょっと解けたところがあって、はい、それ去年の夏ですね、はいはい、めちゃくちゃストイックなんです、ご自身の歌に、うん、今このレベルにあっても、はい、ライブが終わったりリハが終わったりするとまずその葉月俺大丈夫だったかなって聞いてくださるはぁと思って大丈夫に決まってるじゃないですかっていう会話がよくあったんですけど、はい、うん、いやそりゃそんだけ自分のことを厳しく見てたら、はい、そのテクニック
あの駅まで行くよなっていうふうには去年思いました。じゃあ例えばその改めてお聞きすると、その去年の夏のイベントで同じステージに立った時というのは、龍一さんのそういうストイックさっていうのはまざまざと見せつけられたというか。そうですね。で、あの、そうですね、この位置にいて、はい、あのストイックさをまだ保ててる人っていうのは、うん、なかなか僕は見たことがないので、そうですね、特筆するんであれば そこでしょうかね、僕からすると。なるほど、はい、いかがですか、そういう自覚というか自意識というのはありますか。なんか自分はとにかく高みを目指し続けているなという意味でのストイックさというのは保てているというか。ちょっと褒められすぎてね、何とかありますけど、はい、まあ多分その心の中に臆病さっていうのとか、 あとやっぱり、うん、多分神経質な部分もあるのかもしれない、ね、聞こえてくるものとか、はい、それでやっぱり自分でここ歌いながら、ああ3行目のこの言葉のピッチがとか思いながら、うん、7行目ぐらい歌ってる時とかあるから、あダメダメ考えちゃダメ今ライブなんだからって気持ちに入らなきゃダメだとかっていう、うん、うん、だからそうですね、うん、臆病もね、そう、神経質、あのやっぱりうわ今すごいことができたっていう瞬間も、はい、多分俺も葉月もあって、はいはい、うん、でそれはでも年間のライブがまあ5本でも10本でもいいんですけど、はい、その中で本当一瞬だったりするんですよ、やっぱすげえことやっちゃったみたいな、あるよね、あります、すげえこと今やれたんだ、歌えたんだ、はいはい、伝えられたって、やっぱりもう本当に綺麗事じゃなくて、お金払ってまで来てくれてる人たちがいて、うん、でキャーとか言ってもらって、はい、まあ一番自分が輝かなきゃいけない場所だって分かってるし、うん、まあ、そこを獲得したいから僕も葉月もアーティストになったわけで、うん、そんな中で本当に自分が感動できる瞬間をファンと共有するっていうのかな、うん、もうそのために生きてるようなところがどっかあるんですよね、うんうん、毎回は無理なんです。なるほど、うん、だから点数つけてってもつまんないけど、うん、瞬間的に何か起こる時があるんですよ。で、ある時はピッチやリズムをもう凌駕した、はい、こうやっぱりこう感情だったり、うん、そのなんかパフォーマンス想像してない自分になっちゃうみたいな、あ、俺ってこんなエキセントリックだったんだっけ、とか、うん、俺ってこんなに乱暴だった、俺ってこんな優しかったっていう瞬間もあるんですよ、うんうん、例えば葉月とかもソロのライブ見に行っても、うん、その歌い出しの柔らかいところで、あ、葉月ってなんか悪の匂いがしてたけど歌い出しめちゃくちゃ天使のように優しいじゃんとか、その逆もあるわけですよ、その歪んだちょっとミッドローのシャウトとかね、うん、まあ、そういうところもすごく素敵だし、だから、うん、やっぱり自分探しですからね、終わんないんでしょうけどね、そのやっぱりそのお客さんと自分とが同じ場所で同じ時間にある意味絶頂を共有するためには自分も常に超えていかなきゃいけないってところがあるわけですよね。そうなんです。だからこそ、まあ、周りから見ればストイックって言われるようなかもしれない追求の仕方をするようになると。でも精一杯だし、うん、毎回そこに行けるわけじゃないから、うん、スポーツ選手でいうとゾーンみたいなものなのかどうか分かんないんだけど、リンチでもあると思うんですよ、何年のこのライブのこの時のこの叫びはやばいとか、そのファンの人たちが共有している、はいはい、で本人がそれさらに共有してたら最高じゃないですか、うん、すごいですね、それすごいことです。これからね長く続く中でそういうポイントがきっといくつも、まあ、僕もですけど、うんうん、作れていったらいいと思うし。なるほどな、うん、でもそのやっぱり今日はその本当に最高到達点までいけたんだろうかって自分でも疑問なところがライブ終了後の今日で大丈夫だったのかなって言葉になるわけですか。例えば、うん、まあ、リハでもライブでも、はい、うん、聞かなかった時はどっかでちょっと自分の中であの瞬間よしと思ってるところもあるのかもしれないし、はい、なるほど、余計な情報いらないぞみたいな、うん、なんか余計な情報はないんですけど、はい、うん、そう、うん、まあちょっと脱線しちゃうかもしれないけど、はい、彼の魅力、さっき野生と言ったけど、うん、はい、その獣の血が騒いでるような葉月のパフォーマンスっていうのは
多分結構彼もコンポーザーだから緻密なんですよね。一緒に一緒にイベント作った時も、うん、ここのアレンジはこうしましょうとかすごく、うん、あの引っ張ってくる。僕もそういうタイプだからすごい楽、うん、早いっていうか、なるほど、ああそうそう、それやってみよう、これどう、これいいね、あらねってやっていけるっていうか、うんうんうん、でその中で思うのは多分、まあ、ちょっとこれは葉月一緒かどうか分かんないけど、俺が勝手に思うのは、はい、緻密に緻密にもう本当に繊細に臆病に正確に歌おうとかリズムとかって思う、それって大事じゃないですか、はい、職人としての魂っていうか、うんうん、だけどそれが突然なんかあ月を見ちゃったって瞬間に狼になっちゃうみたいな、うんうん、狼男になっちゃうみたいな、うんうん、そのライブ中に、うん、そういう全てのもう概念とか、はい、正確であるっていうこととか、うん、ピッチがいいぞ、リズムがいいぞ、声がいいぞなんてもうどっかに壊れて飛んでいく瞬間が多分僕らに共通してるボーカリストの何かなんじゃないかなと思うんだけど、うん、ボーカリストだけが味わえる絶頂感というか、まあ他のメンバーもあるかもしれないですよ、うん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 、だけどそのなんかあの、まあ、月を見たら狼になっちゃう瞬間っていうのは、うん、そこまで積み上げていくその基礎というか、うん、そのさっき言ったテクニカルな部分での高いレベルでの満足度とか安定感がないとそこには突き抜けていけないわけですよね。そうですね、やっぱり、うん、安定感なかったら完全に忘れるのはやっぱり もっと無理かもしれない、ねそ, ね、まあ、それが最初からラフな感じ の,、うんうんうん、その説得力で売るアーティストとして生きていくかっていうのはあるけど、はい、うん、味だけみたいなね。でも結構彼の音楽は緻密だからね、うん、そういう指摘に関してはどうですか。やっぱり自分で曲も作って自分で歌ってる分、はい、その設計図と結果の関係っていうか大事にするところあると思うんですよ、うん、そういう意味での緻密さでもあるのかなって今思ったんですけど。そうですね、うん、もともとはめちゃめちゃ僕も几帳面だと思います。その自分の歌に対して、うんうん、そのああ今外したなとかリズムがちょっと良くなかったなとか、うん、まあ最終的にだからそこをお客さんが求めてるかどうかって分かんないですけど、うん、その緻密さっていうのは、うん、そうですね。でも個人の職人魂というかやっぱそれはあって職人魂なんだ、うんうんうん、だけどそれゆえになのか分かんないですけど、はい、やっぱどうでもよくなる瞬間もあるんですよ。どうでもよくなるというかもう次の日2 days だったとしてももういいと、もういい、うん、今日はもう知らない、もうドカーンっていっちゃう時がやっぱあって、うん、確かにそれはそう言われてそう思いましたね。あれ何なんだろう、何なんでしょうかあれでも僕も当然気持ちいいですし、はい、やっぱりお客さんも絶対気持ちいいポイントなんでしょう、うん、かといってじゃあずっと壊れてたらいいのかって言ったら絶対そういうことではないので、そこ難しいですね。本当にどうコントロールしていくべきか、うん、あのまあ、それこそ 2days あった時に、はい、翌日のことを考えないで突き抜けてしまおうと思ってもやっぱり理性が働く部分と、うん、そこで野生をどれぐらい解き放つかっていうところでのやっぱ天秤にかける部分って出てくると思うんですけど、 どんなふうに折り合いつけてますか、リュウさんは。そういう時ってその日の自分の歌があんまり良くなかったらそこに行けなくないですか。そう、行けないね。行けないですよね。やっぱりいろんな満足が積み重なって、うんうん、ていかないと、うん、そこにはいけないかもしれないですね。なるほど、うん、ということはもう明日のことなんか考えないぐらいの気持ちになれてるってことは本当にいいところまで行ってるから。そうですね、うんうん、そしたらもうそれはむしろそれに任せてしまった方が良かったりするわけですか。うん、まあ、僕はもうそうしてますねもう自分の歌に多分酔いしれて、はい、今日俺最高かっこいいっていうのがマックスを超えると多分僕そういう状態になるのか、かもしれないです。あとはまあそのファンとのやり取りの熱の高さとかももちろんありますけど、うん、はい、そこで納得いってない状態で最後までいっちゃうと多分その状態にはいけないですね。あ、うん、まあ、今の答えですごくはっきりするのが、うん、はい、つまり自分の中でやっぱり満足するクオリティに達しないと、うんうん、何か与えてられてないんじゃないかっていうふうに思う、うん、僕も、うんうん、そうだし、だからそういう人間はなかなかやっぱりね、そっか、結構だからストイックだと思いますよ、うん、そのストイックって言葉とその臆病さってすごく近いところにあるんだなと思いました、うんうん、多分ナルシズムとかストイックさとか臆病さ、はいはい、それからその何かをこう破壊してしまうほどの瞬間的なこう爆発力みたいなものっていうのは、うんうんうん、多分根っこにあるスタート地点一緒だと思うんですよね。うん、多分その、うん、裏表で一つのキューブみたいになってて、はい、うんうんうん、お互いが支え合ってるっていうか。
やっぱりそれは自分なりのベストを出したいとか完璧でありたいとかっていうのがあるからこそのストイックさも不安もあるわけですもんね、うんうん、そうですね、うんうん、なんかこれそうそうこのインタビューって、はいはい、多分葉月のその葉月がなんて言うんだろう誰よりも上手い例えばオペラ歌手のようになりたいかという、はい、多分それも違うと思うんですけどただしやっぱりガイタレでもなんでもすごいですよやっぱりやっぱすごいんですよそのピッチだったり音の抜けとかボーカリストとしてのあこの音域でこんな声抜けてくんだこの人とかそういうところ多分彼らも実は裏側ではすごくやってると思うんですよ、うん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 、なんか変な話ですけどいや外人ってみんなほらもう生まれつきだからみたいな感じのところに、うん、言う人多いじゃないですかいますよね違うんだよ体が最初からみたいな、うん、じゃないんですよねと思うんですよだって絶対ミック・ジャガーの話とか聞いててもめちゃめちゃストイックじゃないですか、うん、ですね、うん、ポール・マッカートニーだってあの年で全世界あんなにツアーやってて、うんまあ、確かに前世紀の頃よりは声は枯れたかもしれないけど、あんな歌ってんですよ70超えてドーム公演2時間半とか歌い切っちゃうわけですからねでなんなら3時間でもやれちゃうじゃないですか、はい、あの人、はいうん、あれはストイックじゃなかったら多分できないですよね絶対できないと思うんですよ、うんうん、そっかそういう意味ではまあみんな同じことをまあ違う形でやってるということなんでしょうねある意味、うんうん、いやでもさっきねちょっとはずきさんのライブに足を運んだ時の話が若干出ましたけども、うんうんはい、その時の龍一さん側から見たそのライブの印象っていうのはどうだったんですか？まず僕は、うん、あれいつだったっけ？去年の年末だったっけ？僕のライブですか？はい、は今年の1月。あ、今年1月だ。はい、1月のあそこ。高輪の近く郵便貯金ですよね郵便貯金芝芝郵便貯金のようなかったっけ、メルパルクホールメルパルクホールだメルパルクかでまず見に行って、うん、まあ正直僕葉月のパフォーマンスに関してはもう全く心配もしてないしおもうそこに葉月が出てくれば、はい、もうそれでもう全て整ってるって思ってるから、はいだからそんなに細かいとこ聞いてないですよおそういうのも嫌だし、うん、なんか審査員みたいなそうだけど見たいのは何をこうトータルで伝えたかったのかなとか、うん、やっぱりロックバンドから少し、うん、オーケストレーションであったりとかアンプラウドであったりとか、うん、ピアノと2人とか、うん和太鼓が出てきていろんなシーンがあるわけですけど、うん、その弦との絡みにしても何にしても、うんロックバンドのファンっていうのはやっぱりその、うん、勢いっていうか爆発力っていうか疾走感だったりグルーヴを求めてきてるんだけど、うん、グルーヴをあえてこう心のこうザワ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 するところから始まって、はい、ずっとザワザワさせられてってそこで和太鼓出てくるかとか、確かにね、そういうこう大きな、はいはいうん、だから4小節でもう分かるビートじゃなくて、はい、本当にもうなんか何曲も何曲も言って分かる、うん、ああみたいな、うんうん、千 何百小節目でこの物語ってこうなっていくのねっていうその景色の移り変わりが、はい、ロックバンドのライブには多分1日の景色とか1年の式がもう本当にたった2時間に収まるんだけど、うんうん葉月のソロのライブの僕の印象はもう本当に夕暮れ時からこう太陽が落ちて星が出てくるまでみたいな感じとか真夜中から朝方のこの川垂れ時に向かっていく感じとか、はいうんうん、そういう感じがしましたね時間の経過が感じられるというか、うん、なだらかな起伏と起伏というかね、うんうん、うんという感想ってすごくないですかかっこよすぎます ねそんなかっこいいことやってますかめちゃめちゃかっこいいです本当ですか、うん、あとやっぱり僕もやってるから分かるけど、はい、まあ試されるよねいや本当に、はい、もう楽器もやっぱりそんなに派手なことをしてくれるわけじゃないですから、うん、そうですね音圧でねそう出すものじゃないから音量上げたところでね、はい、そういうものじゃないんでその時のまあそれこそ MC、はい、少しこう笑わせる MC から含めて、うん、
そういう一つ一つのことがやっぱりこう舞台のようなというか、うん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 、より一層やっぱバンドの時とは違って、うん、葉月さん自身が主人公になってる一個の物語を見る感じになるわけですよね。そうですね。あのオペラではなくても、うん、オペラやミュージカルではなくてもそういうストーリーが感じられるものになるというか、うんうん、で僕はこれちょっとノーマイクっていう協会でのライブなんかをやりながら、はい、一つ信じてる部分でもあるんですけど、はい、ロックよりもロックな歌を歌わないといけない場所だと思うんですね。今見出しになる言葉が出ました。いやでもそうですよね。この葉月のアルバムもそうだし、はい、ロックよりもロックな歌っていうのを感じる瞬間が散りばめられてるなと思ったんですよ、うんうんうん、でそういうものはないと、ただ綺麗な、あでただ綺麗なものになったら、あの曲のここのピッチが良かったとか、うんうん、あそこのリズムが良かったとか、うんうん、声がすごくあの艶やかだったとか、そういうこう一般的な音楽の感想だけで終わってしまうんだけど、そうですね、そうじゃなくてやっぱあそこ来たよ、ぐさっと来たみたいな、うんうんうん、それが彼の歌詞の世界であったり、はい、やっぱりパフォーマンスには絶対ある歌にはあるから、それがライブだったり多分彼のニューアルバムが何を言わんとしてるかっていう、まあ、僕は勝手にね思ってる、そういうありますね。そのような感想を聞いて当事者としてはどう思うのかっていうところ、確かにそうだなと思いました。もう本当に綺麗に歌ったらそのまま終わってしまうんで、うん、そのさーっとね、はい、うん、基本的にその歌と、まあ、その楽器にしてもそのメロディー以外のものがあまりないライブっていうか、そういうことですね。じゃあその勢いであったり、はい、そのファンの熱とか、うん、その空間の、はい、なんだろうな、その熱感みたいなものはないじゃないですか、うん、基本的には、はい、なんでその歌と少ない楽器の中でじゃあ自分がどこでなんだろう壊れるって言ったらあれですけど、うんうん、乱れる、うんうん、いい乱れ方をする、うんうん、まあそれこそさっきの突き抜けるにも近いわけですね。そうなんですよね、はい、でさっきのその話っていうのはまさに1月のライブでは最後のエタニティっていう曲のラスト、うん、はい、うん、あそこはもう結構ひどくてもうピッチも全然合ってないですし。そうなんですか。いやそんなことはなかったよ。